ちゃん。こんにちは。さあ、さあ。まあなんか、お前絶対出だしさあだよな。まあさあ、なんかさあっていうのが口癖なんですよ ね、 まあまあね。勢いつけだよね。勢いつけ、はい、まあ。でもね、今ちょっとコロナでフリーランスの人とかが打撃を受けてるってあるじゃないですか。フリーランスって結局あの歩合制なので、入ってきた分しかこうね、お給料としてもらえない。いっぱい働けばもらえるけど、ゼロだったらゼロ。でもさらに、いや、俺らなんかゼロだからね、今。いや、まあ、YouTube やってる人もあるけど、でもサラリーマンの方はね、固定給っていうのがあるでしょ、うん、いや、だってお前、今大変だよ、うん、公園は飛ぶ、野球教室はない、新聞、テレビ、ラジオ。え、じゃあ、パーセンテージで言うと、どのぐらい打撃ですか、気持ち的に。いや、気持ち的には100打撃だよ、ね。100打撃。おいおい、みたいな。数字的もそっか、そうなりますよね。でも野球選手はいいですよね。もう年俸ってさ、そうもらえるのでいいなって。まあまあ選手はな、うん、選手はそうだけど、球団は大変だぞ。まあ、あ、入ってくるお金がないじゃない。だって試合やんないと入ってこないじゃない。あ、そうですよね。そりゃ大変だよ。あと例えばグッズの売り上げだったりとか、飲食チケット、まあグッズはぼちぼち売れるかもわかんないけど、はい、そんなの試合やった時のことを考えるとビビたるもんでしょ、うん、え、じゃあ今年もしかしてこれ試合数減ると今年のオフの年俸にもいろいろなんか関わってくるんですか、選手たちって。こういうのって1試合減るごとにとか。いや、それは事業主だからさ、うん、個人の、はいはい、それとの、あの契約だから、はい、それは関係ないよね。関係ないですか。関係ないと思う。あ、関係あっちゃおかしいでしょ。あ、まあそうか。例えば、はい、え、じゃあ皆さんがもらってる年俸ってあるじゃないですか、はい、あれは年俸以外にはもらってない、あのままの額っていいの、もらってるってことなんですか。いやいや、まあ1試合やって、うん、まあ勝利給があるんだよ。勝利給を特別に1試合1試合ボーナスとして出してくれるんだよ。え、俺らの時はね。え、チームのそのレギュラーの選手、うん、に一人一人ですか。まあ一人一人っていうか、その中で査定があるよ。まあ、横浜の場合、例えばね、うん、平均的に60万ぐらいですよ、ね、1試合に勝てば。いや違う違う、一人一人60万じゃないよ。割るんですよね、それをね。それを活躍した選手。あ、活躍した選手。例えばピッチャーが完投完封しましたと、はい、おそらく半分持っていかれるとか、30万とか。あ、で残りをその時、まあ、活躍した野手だった野手で分ける。あ、まあ、例えばここでホームランを打った、これが決勝点になった、はい、じゃあこれが10とかね、はい、とか、うん、まあ、そういうことで高知会議終わってさ、うん、やっぱそういうことも決めるんだよ。そういうのって決めてるんですか。いや、もうね、でも26年前だよもうね、はい、の話だから、はい、もうぶっちゃけて言うけど、はい、まあその時は高知じゃなかったんだけどさ、はい、高知が決めてたんだ大体、うん、まあ、例えばここで送りバントが効いたとか言って、はい、1とか、うん、1万とか1万おお。だから3年、だからピッチャーが完投完封した、じゃあもうあいつには30万だみたいな、はい、あの残りの30を野手で分けるという。へえ。でいい好リードしたから 5万だと、はいはい、あと25万どう分けるかみたいな。ベンチでいい声出したからとか。いや、そこまではないな。声出してもらえるんやったらみんな大声でずっとセミみたいに泣いてる。もうずっとミン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 言ってる。あ、それはないんですね。はい、ただ巨人戦でさ、はい、ちょっと競ってる時があって時期的に、はい、うん、じゃあこの3連戦で300万です。すごい。だから100万ずつだよね、はい、だからまあそういうので、はい、全員じゃないけど分けるという。湯浅さんは一番大きい額でいくらもらいました。その1試合で30万ぐらいもらったの。何したんですか。それね、逆転ツーランだったんだ、斎藤正樹から。お、すごい価値ある、うん、それで監督賞合わせて40ぐらいだったから。すごい。それは申告するんですか。一応申告するよ。しました。したと思う。お前そこ突っ込んでくる。いや、それはやっぱ球団も出してる以上申告してるから。だから俺らも申告するよね、当然。そうですよね。で40はあの家族には申告しました。いや、それ申告しないとさ、分かんなくなっちゃう。いや、お小遣いだみたいな。いや、それはお小遣いがウキウキになるよね。うん、で監督賞別に、うん。監督賞はもう税金かからないからさ。うんうんうん。ポケットマネーで出して。監督から、うん、いくらでしたそれ。その時は10だったな。監督から、うん、どの監督の時ですか。
その時は須藤さん。あ、須藤さんの時。あ、銃もらったんですね。俺がよく撃ったなって、これ監督賞だ、取っとけみたいな。やったーとか。とか。で、日本ハムに行くじゃん。はい。で、日本ハムは勝利球があんのかなと思ったら、うん、あったんだ。あったんですね。30万。お、みんなで？で、思うでしょ。はい。やっぱね、その当時ね、セリーグとパリーグやっぱ、ちょっと違ったんだろうね、金額が。セリーグの方が多いんですか？いや、その球団によっても違うし、はい、星野さんになった時は、すごいお金が出てたっていう話も聞いたことあるし、あ、そうなんだ。でも、太陽の時は大体60ぐらい。日本ハム行ったら30に減ったんだよね。なるほどね。うん、まあ、減ったんだなと思って。チーム事情ね。まあまあ、それはしょうがないなと思って。はい、うん、まあ、今のパリーグだったら考えられないけど、うん、当時のパリーグっていうのは、やっぱもう閑散としてたから、やればやるだけ赤字みたいなさ、はい、ありますね、そんな時代だったから、はい、まあ、30か、まあ、それでも出してくれるんだと思って、うん、で、まあ、ちょっと活躍したのね、はい、そしたら、うん、はい、だから 0.5 とか言って10単位で 0.5 って言ったら5万じゃない、うん、そうですね、うん、そうでしょ、うん、だから 0.5 って、あ、発表の時は日本、あの、日本ハムはつけるんだと、うんうん、いうふうに思ってたんだ、はい、ね、うん、で、だから 0.3 とか、うんうんうん、これで 0.3 とか、これ 0.1 とか言って、うん、開けたら1000円とかさ、ってそこまで刻むんだよ。1000円？そうそう、5000円？3000円？いや、もう刻むなよって、そこまで、いや、もうそれだったらいいから、いらないから、うん、そんな深刻もなるのさしたくないじゃない、そんなの。1000円ってどういう活躍だったんですか？せよね、だから進塁打がなかったんです。進塁打ですか？進塁打打って得点になったんだ。はい、だね、まあ、セリーグだったら、まあ、最低1万ぐらいあったよね、その時は。はい、進塁打1万みたいな、バント、送りバント1万とかあったけど、うん、0.5 とか 0.1 とかえ、刻みすぎでしょみたいな。で、活躍した時にマネージャーが、お、監督賞や、えら薄いなと思って、小切手かなと思ったんだよ。書いてあるかもしれないですよね。そうそうそう、うん、ちゃんとお礼言っとけよみたいな。一番だね。やっぱね、格差があったわ。どなたですか、監督？大沢さん。親分。親分、これじゃね、これはねえぜみたいな思ったけどさ。そうですよね、親分。俺もこれじゃ、礼言えねえぜみたいな。これで何するんだよみたいな。そんな感じだったんだけど、まあまあ、でもポケットマネーから出してくれてるからね、気持ちが嬉しかったんだけど、でも腹の中ではこらねえぜって思ったよ。これで霊界みたいな。そうですよね、面白い。いやいや、そういうね、お金の事情はある。あるんですね。それ今もあるんですか？今はどうかわかんないけど、今はね、俺らがやってる時っていうのは、コーチをやってる時に、それが毎試合毎試合だと5割いかなくても出すようになるじゃん、はい、5割を基準に10試合を貯めてお金を分配するという、はい、まあ、例えば60万だったら10試合勝ったら5割以上いっててね、うん、600万になる、はい、その600万をこう査定をしといてもらってる人に分配してもらう、はい、うんうん、それでお金をもらう。でもあれだけ年俸もらってていらないだろうとか思うけどね、プラスアルファね、うん、でもそれがやっぱ楽しみでもあるんだよね、一つのモチベーションになったりみたいなね。そうですよね。でもその当時じゃ巨人とか結構ですよね。いや、結構もうあれ優勝なマジックが出てからとか、うん、もうマジックが一桁になってさ、なったりとかすると、うん、やっぱ金額はこう跳ね上がってたって言うけどね。でしょうね、多分そのな何百っていう単位で、いや、来てたと思うだろうし、例えば斎藤正樹さんとか一完投した、一完封したって言ったら相当小金が、もう大金か、まあ彼らにとっては小金だったのかもわからないけどさまあ年俸でも励みになるよね、楽しみでもあるし、まあ、そうですよね、そうですよね。そこだってね、家族っていうか家庭に言わなくても、なんでいいのなんでこう入れた、入れた。だって管理されてる野球選手もいそうじゃないですか、きっちり奥さん、まあまあ確かに、そうで、お小遣い制とかね、はい、あんなもらってても毎月、はい、あなた5万とか10万さ、もうあ、できた、よし、六本木行くぞ、みたいなね。まあ、それはあるよね。やっぱご飯とか、いや、飲み食い行ったよ、行きま、でもすぐ、
全部使っちゃうでしょ、うん、きっと10万だったら。そりゃそうだよ。5000円、それは全部出すから。1000円は何に使ったんですか。1000円は高速だよ。そうです、足台ぐらいしかないよね。まあそうですよね、うん、まあでもそういう気持ちがね、嬉しかったりするモチベーションがね上がればねいいのかな。そりゃねえぜって、これで霊界みたいな親分で、ね、親分みたいな、親分って名前がついてる以上どうかならんかいみたいな。もうちょっと弾んでくれないかってね、うん、でもまあやっぱその頃はやっぱセ・リーグとパ・リーグのやっぱ格差がちょっとあったね。まあセ・リーグがね人気あってっていう時期ですからね、はい、まあはい、まあ笑い話でした。